それではまず冒頭吉野会長から発言がございますよろしくお願いいたします、はい、大変お疲れ様でございます本日も定例記者会見にご参加をいただきまして誠にありがとうございますまず6月1日に第90回中央委員会を開催をしました皆様にはご取材をいただきまして誠にありがとうございました中央委員会では春季生活闘争の中間まとめを確認をしております これまで繰り返しご報告していますとおり、30年ぶりの高水準での賃上げが続いていることを踏まえながら、来年、再来年と継続した賃上げが必要であることについて、認識を共有をいたしました。LGBT 理解増進法案について触れておきたいというふうに思います。一昨日に修正案が衆議院を通過し、本日午後に参議院内閣委員会でも当該修正委員が可決したと伺いました。 連合としては、今次国会においての重要法案と位置づけ、2021年に超党派議連が合意をした内容で法整備されることを望んでいましたが、交、ま、代、あ、した内容で国会審議が進んでしまったことは極めて遺憾であると申し上げたいというふうに思います。今後は組織内議員と一丸となり、差別禁止法に向けた法改正、差別禁止法の制定に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。 本日の中央執行委員会で、第50回統一地方選挙についてのまとめを確認をいたしました。詳細は抽出資料をご,らご確認いただきたいと思いますが、地方議会選挙における連合組織内議員について、前回より42名の減少となったことは、前々回と比較して、減少幅が小さくなったとはいえ、減少したという事実は直視しなければならないと受け止めています。 一方で、当選者の女性比率が増加したことについては、ジェンダー平等を訴え続けている立場として嬉しく思いますし、クリティカルマスである30%を早く超えられることを期待したいというふうに思います。以上ですが、えー、簡単ですけれども、冒頭の挨拶とさせていただきたいというふうに思います。本日もどうぞよろししくお願いいたします。 第21回の中央執行委員会で、あの主な協議事項として確認いただいた点について述べたいと思います。1点目は、今、会長の挨拶にもありましたが、第20回統一地方選挙の取り組みのまとめについてご確認をいただきました。 今後の課題としてです、ね、働く者、生活者の立場に立つ政治勢力の結集、拡大という点で,です、ね、地方議会議員選挙における組織内の推薦者数、当選者数が前々回の2015年から、前回は100名規模での減になっていた、それが今回は推薦者数で18名の減、当選者では42名と、まあ、あの若干です、ね、とまったところがあります。 このことはです、ね、今後の政治活動を展望する上で、まあ、まさに基盤となる地方議会議員選挙でございました。ただ、とりわけです、ね、そのコロナ禍で組合員への声かけやです、ね、働き方が難しい、そういった中にあって、地方連合会と構成組織で地道な取り組みが展開されたということは、運動としての一つの努力結果であろうかというふうに思っております。また政治分野にお 男女共同参画については、今回、いずれの選挙でも女性の立候補者数、当選者数がと共に過去最高となったと、連合の推薦候補者に限ってもです、ね、地方議会議員選挙の当選者のうち、女性は290名と、前回比で55名増と。 なり、女性割合で言えば、前回の17.2%から21.6%、まあ、ポイント、4ポイント増となりました、まあ、それでもです、ね、全体ではです、ね、東京の特別,区議特別区の議会以外は、あのクリティカルマス数の30%にすらですね、まあ、下回っているということでございますので、極めて残念な結果であろうかというふうに思っております。いわゆるあの成り手不足につきましては 2022年の第210回臨時国会で成立しました改正地方自治法の不足にです、ね、政府は事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙において、その雇用する労働者が容易に立候す,することができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における 立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めること、まあ、その他の自主的な取り組みを促すものとするということが法律で盛り込まれております。まあ、こういったことも含めてです、ね、いわゆる政労使の三者構成の一角を担う労働組合が、働く仲間の代表を議会に送り、意見を反映させることは、まあ、産業政策や雇用労働政策にとどまらず、 健全な民主主義のためにも重要であり、労使双方の社会的な責務と考えています。今後ともです、ね、積極的に候補の擁立を図ってまいりたいと思っております。2点目は、同じく選挙になりますが、第50回の衆議院選挙の基本方針、素案ということについてご確認をいただきました。働く者、生活者の立場に立つ政治勢力の最大化ということにつきましては、 構成組織によって、支援政党が分かれている中にあって,あってはです、ね、今時選挙についても人物重視、候補者本位を基本に臨むことといたします。まあ、その上で、働く者、生活者の立場の,立場の政策をまあ最も共有し、その実現に向けて連携している政党は立憲民主党と国民民主党であると考えております。 連合本部としてはです、ね、地方連合会や公正組織と緊密な連携を行うとともに、立憲民主党、国民民主党との間で選挙区情勢や、情勢の共有や、組織一丸となって戦うための環境整備と必要な調整に当たることとしております。 候補者推薦にあたっての、まあ、視点ということで、えー、資料にも記載をしてございますが、立憲民主党、国民民主党に所属する議員を中心としつつ、えー、本方針の考え方を理解し、連合の政策実現に向けて、えー、共同する立場で活動してきた、または活動しうると判断できる候補者について、まあ、所属政党にかか,かわらず、ですね幅広く推薦することとしております。 なお連合が求める政治は議会制民主主義や資本主義の枠内であることを大前提としたものでありますので、それとは異なる社会の実現を目指す実現をかか目標目的に掲げる政党等からの支援を受ける候補者は推薦できないとしております。また連合と基本政策での一致が難しい政党等と連携をする連携協力する候補者についても連合の立場をですね十分伝えた上で理解が得られない。 場合には推薦できない可能性があるということを明確にしてまいりたいと思います小選挙区及び比例代表選挙における戦い方ですが小選挙区につきましては連合推薦候補の全員当選に向けて地方連合会及び構成組織は最大限 組組織的に取りりむとしております特にですね、連合の出身議員政治懇談会の会員につきましては、まさに連合の仲間であることから、構成組織、本部、地方組織も推薦、支援を決定し、組織一丸となって応援することとしております。比例代表選挙における投票行動につきましては、地域事情に応じた各地方連合会の取り組みを最大限に尊重しつつ、 各構成組織の判断に委ねることとします、えー、以上二点あ選挙に関わっていることを主に今日は確認をいたしました、えー、その他の項目については、えー、お配りしている資料等でお読みいただければというふうに思っております私から以上でございますあ、ご説明ありがとうございます朝日新聞に西尾ですあの次の衆議院選の基本方針素案について吉野会長にお伺いしたいと思います あの課題としてはです、ね、千葉ごく補選のような立憲国民共倒れのような状態でしょうし、統一選でも地方組織からは支援政党が割れる中で戦いにくいという声も多いかと思います。こうしたあの現状の認識と候補者調整について、連合が両党にどう働きかけていくのかあの会、会長のお考えをお聞かせいただければと思います、はい、ありがとうございます。あの これまでも申し上げているとおり、やはり候補者調整はあの、それぞれの党のところでやるべきことだというふうに思いますが、やはり私たち、えー、支援団体、連合としては、やはりその一本化した方がまが、あ、現地としては戦いやすいという考え方については、この間あの、立憲民主党、国民民主党とのトップ懇談でも申し上げているところです。でその上でやはりその支援政党が まあ、構成組織によって、えーまあ、それぞれあるという中での、まあ、戦いになるわけなんですがあの今回も方針では人物重視候補者本位ということでまず地方連合会の中でそれぞれ、えー、候補者の方と、えー、政策協定を結んで連合が推薦をしていくということですので、まあ、地域の考え方を本部としては尊重して戦っていくということになるかというふうに思います。 ありがとうございます。と日経新聞の堀越と申します。と先日あの子供未来戦略方針が出たと思うんですけれども、あの賃上げ等にも岸田首相あの言及されてましたけれども、と会長としての受け止めをお伺いしたいというのと、とあと財源に関して国民負担はあのまあ、求め今のところ求めないということでしたけれども、それについてのお考えもあの合わせてお聞かせ願い,いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、あの子供未来戦略方針についてはあの事務局長談話を 出させていただいておりますが、ま、えー、会議の中でもあの発言をしてきていますけれども、固定的性別役割分担意識からの脱却、そして働き方改革の推進、子育て世代を問わず誰もが仕事と生活を両立できるようにすること、保育士のしょ、えー、職員配置基準の見直しは連合が兼ねてからあの申し上げてきたことですので、まあ,あの速やかにその部分については、えー、実行していただきたいというふうに思います。 そしてやはりその若い世代の方たちがやはり子どもを産み育てたいという社会環境を作っていくということがまずは非常に重要だということとそのことと将来のことを考えるとやはり安定した 雇用環境、そして安定した所得というものも重要になってきますので、連合としては、やはり職場の中での処遇改善について、あの積極的にあの取り組みを強化していきたいというふうに思います、それから財源確保策ということで、その新たな支援金制度というものが出てきたわけなんですが、これもあの会議の中で、 申し上げてきましたけれども、税や財政の見直しなど、幅広い財源確保策を検討しなければ、やはり国民が納得を得られないというふうに思いますので、特定の財源確保策を提起しているものではないということで、やはりその広く、 薄く負担できるような形があのいいのではないかということで、まあ、社会保険料のこともあの課題として、あのこの間、挙げられてきましたけれども、やはり徴収しやすいところから徴収するということではなく、えー、税も含めて幅広くあの議論をしていくことが必要ではないかということの考え方は、あの変わらずに申し上げてきていました共同通信の河合と申します。最低賃金に関して 会長に2点お伺いいいしたいと思いますあの首相が13日の記者会見で1000円,のあの1000円の達成を含め審議会でしっかり議論していただきたいとの発言がありましたこれなども、えー、と最低賃金の全国平均を1000円に引き上げることに意欲を示している発言だったかと思いますがまずこれに対して受け止めをお願いします。 2点目が、今年の最低賃金の見直しでは、連合としてどのような点を重視しているか、重視して臨まれるかというところを教えていただければと思います、はい、ありがとうございます。あのやはり、日本経済を好循環へと導いていくということは、やはりあの今年の2023春季生活闘争で作った大きなうねりというものを継続させるということが非常に大事だというふうに思いますし、 やはりこの今回の,その賃上げの流れというものについて、組織労働者ですとか、最低賃金金勤房で働く労働者の労働条件向上へと、確実に波及をさせていく必要があるというふうに思っていますので、岸田総理のご発言についても、その方向性ということで受け止めたいというふうに思います。 連合としてはこれまでと同様に労働者の対価としてふさわしいナショナルミニマム水準への引き上げるべきだというふうに考えておりまして、連合はその通過点として、まずは誰もが時給1000円の早期実現を目指していますので、今年の見直しにあたってもその方向で取り組みを進めていきたいというふうに考えています。一方で、やはりその最低賃金の引き上げについては、 あの通常の事業の賃金支払い能力を高めることが非常に重要だということで、労務費上昇分を適切に価格転嫁できるよう、パートナーシップ構築宣言の普及、促進等を一層進めて、実効性を高めていくことができるよう努力をしていきたいというふうに考えていま地理通信の木田です。えっと 衆議院選挙の基本方針草案の方にもありますえっと LGBT 理解増進法案に関してお尋ねします吉野会長は以前の記者会見で立憲民主党と国民民主党に関して重要な法案については足並みを揃えてほしいということをおっしゃっていましたが今回理解増進法案をめぐって立憲民主党と国民民主党の対応が分かれることとなりましたこの点の受け止めをお願いします あのまあ、非常にあの今回、足並みが揃わなかったということは残念に思いますが、この間もあの事務局長を中心に両党とはあの詰めの,あの打ち合わせをさせていただきましたので、ちょっとその辺について、事務局長の方から答弁させていただきます、はい、あ,の、まあ、あの明日が、えー、参議院本会議の採決というようなこともございますけれども。あの 自民党がもともとの超党派でのお 法案これについて、大幅にですね交代をさせるような修正を図ってきたということがまずございます。で、このままですねこの法案について審議をすれば、ですね、まあ、強行採決も含めて、大幅に交代したものが成立をしてしまうと、まあ、このことについて、連合としても極めて危険な状況だという判断をいたしました。あの両党党党とももまた野党各党もですねそれぞれぞがこの法案に対して 自民党の修正に対してですねどう対応するのかということで、座、えー、して何もしなければ、ですねこれはあの成立をする、えー、成立をした場合には、ですね当然それは与党が通した法案、与党の議員立法が通った法案、えー、そして野党はそれに反対したんだと、まあ、LGBT の法案に反対したという、ですね、まあ、そういった形で作られてしまうことは非常にですね私たちの本意ではないと。えー、せっかくですねあの両党をはじめ えー、前回一致で突でっ、ねえー、突き上げてきた、えー、法案、えー議えー、議員の皆さん方が苦労して作られた法案、まあ、ここに戻るためにもです、ねえーと、与党も、それから野党が出した法案もです、ね、すべて一度、えー、取り下げをして、新たにです、ね、やはり野党で、あ野党、与党を含めたあ会派一体となってです、ね、法案を作るべきと、またそのための審議を今国会でも十分に尽くすべきと。 ということでの両、えー、党,党がどういう方策を取ったかということについて言えば、まあ、立憲民主党は、えー、超党派で作ったあ法案、それを再度もう一度提出をしたと、それから、えー、国民民主党については、えー 法案に対しての修正をかけることでまあ、やっぱり理解増進法という法律が通るということも必要ではないかという中での議論もあってまあ、そういったあの話し合いも行われて両党がそれぞれの対応されたということでありますあの連合の出身議員の懇談の皆さんもですねあるいは連合フォーラムに結集している多くの皆さん方がですね基本的にやはりこの法案の部分理解増進について大きく後退させることは は問題であり、また連合を求めている差別禁止を含めた法案にしていくことということについてはご理解をいただいていると思います。あの対応はさあの最終的にはあの違ったというふうに見えるかもしれませんが、この間連合としては両党を中心にですね、えー、十分な審議をということを要請をしてまいりました。ただ結果としてですね、衆議院で委員会1日、そして採決。 そして参議院で審議1日、委員会1日、そして採決と、まあ、極めてです、ね、こんな重要な法案が、こういった形で運営をされて通,る通ったということについて、ちょうど ILO の総会が現在も続いておりますが、そういった中でも、あるいは ITUC の執行委員会等でもです、ね、日本のこの LGBT の法案はどうなっているんだということを、海外からも注目される中で、 このようなああ極めて、えー、十分な審議十分というか審議がないような形でですね、えー、成立に向かっていることについて連合としては極めていかんというふうに考えているところでございます以上でございます関連してお伺いしますが国民民主党などが与党と合意した修正案に関しては 当初、自民党、公明党が用意,用意していた修正法案よりもより保守的で後退しているのではないかという指摘もありますが、この点はいかがでしょうか、はい、あのこれについてはですね。あのー 私たちもあの当事者の団体の皆さん、えー、主張されている皆さんとも、この間ずっといろんなことでの意見交換をしてきました、そういったあの皆さんの中には、やっぱりこの部分は大きな交代ではないか、この部分は大きな交代ではないかというような、さまざまなご意見があったというふうに思っております。あの連合としても、全体としては、ですねやはり、えー、この法律が通ったことによって、例えばこの間、LGBT、あるいは多様性、えー ジェンダー平等、そういったことの研修などを会社挙げて、特に民間の会社は非常にある意味進んで、こういった研修や取り組みを行っております。そういったところの部分で、 さまざまな研修をです、ね、民間の NGO、NPO の団体の皆さんが企画をして、そのを使っての研修などをしていましたが、そういったものではなくて、地域や学校でという言葉によってです、ね、この間、えー前あの、一生懸命取り組んできた、えー、素晴らしいです、ね、実践が、研修で使えなくなるとか、あるいは学校教育においてもです、ね、LGBT に関する教育、事業を通してです、ね、人権の在り方とかを、 検討するそういったところの足かせになってしまうことについてはどうなのかとまいうことについて一つ一つについて修正があのさらに悪くなったというよりはこの部分は問題だということについて何点か指摘をさせていただいているということでございます今日の内閣委員会での参考人招致でも連合の方から参考人として総合局長井上総合局長が立ってですねそういったことについて一つ一つ意見を述べさせていただいているところでございます以上でございます 東京新聞の原田と申します先月公的年金の第3号表現者制度を廃止すべきという考え方を連合として初めて打ち出す方向で検討するという報道がありました改めて現在の検討状況を教えていただきたいというのと会長自身はその第3号をどうすべきだと考えているのか廃止すべきだとしたらなぜ今なのかとかどこが一番問題だと思うかとか 会長ご自身のお考えをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの sns 上で様々なまあ、賛成反対の意見が出ているということは認識をしています。で、えー、素案なんですが、ライフスタイルや価値観が多様化して、あの家族類型もまあ、大きく変化をしてきた中で、働き方に中立的な社会保障制度等はどうあるべきかという視点で。 まあ検討を重ね、取り組むべきものの一つとして、第3号非保険者制度の廃止の方向性を掲げているということです。で前回確認した内容は、検討の方向性の素案であって、まあ、連合としての結論ではないということを申し上げておきたいというふうに思います。その後、検討にはまだ着手していませんが、まあ、組織た討議などを行いながら、丁寧な合意形成を図っていきたいというふうに思います。 第3号非保険者というのはあの、男女雇用機会均等法が制定される前の年に、この制度ができているかというふうに思いますが、この時からの、やはり働く女性からの課題提起は出ていたというふうに、私としては認識をしていますで。社会保障制度ってすごく難しいので、あの被保険者の人たちも、まあ、給与から控除されて、その後 どうなって,いるのかっていうことがなかなか把握しきれてないということもあるので実は今連合の中で非常に分かりやすいあのなんか仕組みが理解できるような,なんか動画を作って啓発活動しようかなというふうに考えてるんですが、まあ、その中で第3号の問題について私自身が思っているのはあの例えばですね女性が親の介護で 仕事ををめざるを得なないいという,ふうににった時に結婚してる人は2号から3号に行くことができるんですけど結婚してななければ第1号になるんですねどういう人生を歩むか結婚してるかしてないかだとか、まあ、3号でも死別なのか離別なのかによってこれが変わるっていうことはそのライフスタイルによって女性の,その位置づけが変わってしまうということは やっぱりその不公平な制度ではないかというふうに私自身は思っているのでやはりどういう生き方を選択してもやはり中立的に不利にならないような制度にしていかなければならないんじゃないかというふうに思っています。号号のののの人人がその3号で扶養の中にに入った時にじゃあそ,の人のその例えばその 年金を自分が払ってるかっていうと払ってないし夫がじゃあ2人分払ってるかっていうと配偶者が払ってるわけではないし負担するときにはその個人なのにもらうときには家族が単位になるっていうこともおかしな話なのでその一つ一つ丁寧にやはりその中立的な制度にしていくということが今求められてるんだと思うんですでこれでききたとには 肩働き世帯が圧倒的に多かったので、そんなに問題にならなかったかというふうに思いますけれども、まあ、働く女性からは課題提起をしていましたが、バブルがはじけて93年から、肩働き世帯よりも共働き世帯のが増えてきているので、やはり共働き世帯中心の税社会保障制度を作っていくことが、一人一人にとって中立的になるのではないかというふうに考えていますので、 そういったことも分かりやすく、そして何が問題で、どういう形がその不利になってしまうのかということについて、あの分かりやすく丁寧に連合としても、問題提起していきたいなというふうに思います。労働編の仕方ですが、あの実務的なことで2点おっししたいのが、確認事項の,です、ね、あの資料の3ので三39ページ。 でのッあのおサマートブセミナーですねでこの,あの今度の場合のプログラムを見るとあの講演であの労働組合の未来に関する調査研究ってありますよね。このもう調査研究というのは既にねされている結果なのかどうかねこれを確認したいのとそれからあと労働組合の未来というこのタイトルはねあの多分ね連合が結成されてね あの年後にね同じタイトルでね「労働期間未来」というねタイトルでされてその中身はねやはりまあかなり深,深刻な事態でね産別機能が低下しているとで政治,政治勢力も後退していると今これ篠田さんが、ね、まとめた案だと思いますが今度の場合の調査研究っていうのはね前回の調査研究と比べてねあの類似しているのか異なっているのかねもし分かればねその点をあのお聞きしたいというのが第一点です。 第2点目はね、あの,の3の1、オルガナイザーの件。で、これでですね、ちょっとあの、まあ、事実関係を気にしたいんですが、あのオルグのね、えー、多分僕の記憶では、戦従オルグは連合本部で6人ぐらいね、いて、あと3別では、のッチローとかね、前線とか、それから情報漏れとかね、の,あのオルグがいると思うんですが、あの実名としてね、 オフが連合本部が何年で産別が何人かその,あの実数を知りたいのとそれからあとあの内容でですねあの今度は地方連合との連携というねのがありますがあえて地方連合との連携をね設定したのはどうなのかねで主にあの組織拡大の場合はあの連合の場合は地協がありますよねで地協の場合もね、まあ、役割の3つがの役割のうちでね組織拡大というのが入ってるわけですねそうするとこの オ,オルガナイザーのこの時にね、市長はどうされるのか、ね、その方の中は今ね、ちょっとお聞きしたいと思います。よろしく。あのえっとオルガナイザー関係はあの組織の方でちょっと数字があの、えー、正確の方がいいと思いますのでお願いします。はい、あの総合組織局の山本です。あのまずオルガナイザー本部は。 6名です中央オルガナイザーが3名で、地方ブロックオルガナイザーということで3名います、今、地方連合会にオルガナイザーを配置しているということで、現段階で15名、地方連合会に配置されていると、あとです、ね、先ほど言った、それぞれの産別も持っているんですけど詳しい実数まで,です、ね、そこまで正確にちょっとお伝えすることができないということなので、まあ、本日は連合関係ということで、ご理解いただければと思います。 すいませんあの労働組合の未来の研究についてですけれどもあのこちらの連合と連合総研とで、えー、共同で行っておりまして昨年の5月ぐらいからスタートしておりますであのまだあのこのまだ引き続き行っておりましてもう少しかかっていくという感じでございますでこの7月のトップセミナーの段階ではその中間的な報告をご報告するということではなくて上野先生の視点からのご報告というふうになるかと思います。そしてえーっとあ でえー、と以前の,その道働組合の未来研究と違うのかどうかということなんですがあの違いとして、まああのまあ、時代も違うので中身も変わってきますけれども研究員研究に参加されている皆様方が変わっておりましてその道働組合研究をされている方ではない方に今回は集まっていただいているということは特色かと思います。つまりその 労使関係とか労働経済とかの分野ではない先生方にも集まっていただいているというところが特色かと思っておりまして、その分、テーマは少し広めに取っているというところでございます、以上です先生の個人的な視点による労働分野の未来で講演するということですか。ありがとうございいますす先先生生もこのの研究会に入っている先生ですので えまあそこでの研究の中身のそうした中でのお話になるかと思いまして、あの研究会全体の話を包括的にされるというよりは、の先生はあの政治の分野でのご専門なので、そういった観点からのご報告になるかと思っております。えー、ファクターの宮島です。あの草案配読して一番伺いたいことは、あのまあ重要法についてはもう割れてますけど。 内閣不信任について立憲は今の岸田さんはだめだとで玉木さんの方はこれはそれには値しないと言ってるわけでもうこれは同じ政党では全くないんですね。すると私が伺いたいのは連合本部として主体的に今の岸田政権これはもうやめろとお考えになってるのかあのそれがないからこれよくわからないんですけど要するに。 この間あの、まあ、春闘に岸田さんが来たりです、ね、その賃金が上がったり経済状況を含めて、まあ、労働環境を含めて今の岸田政権というのはその不信任突きつけて引き下ろすべきものなのかやっぱりこの政策の実現を迫るものなのかそこのところの主体的判断がないと労働セクターとして何を言いたいのかがちょっとよくその現政権と向き合っている2つの政党が全然違う矢印なのに。 それ一緒にやってみろみたいなこと書いてあるんですけど、要するに連合としての主体的評価っていうのは今の岸田政権に対してそのどういうふうにご覧になっているのか、それを率直に伺いたいですね。はい、ありがとうございます。あの政党とのことは事務局長の方からのちょうど触れていただきたいというふうに思いますが、まあ、今の岸田政権とはあのまあ象徴的なのは今年の二マル二三春季生活闘争で生老死健康関会ができたりですとか。 現在、事務方の方で、えー、調整をしていますが、政労会見が再開できる見通しが立っているということで、まあ、この間、さまざまな政策について、 まあなかなか連合の考え方をご理解いただけなかった部分もあれば、理解いただけた部分もありますので、そういう意味では、今、国際的に非常に重要だと言われている社会対話が実現できているということについて、やはり連合としては評価をしていますし、今後も社会対話を通じながら、連合の政策実現に向けて、強化をしていきたいという考え方を持っています。 えと岸田政権の,あの、まあ、評価というかです、ね、まあ、不信任案についてはあの政党がやっぱり考えることなので、えーまあ、提出すること、それから賛否については、それぞれの政党があの考えに基づいてされることだと思いますが、あの連合としてはです、ね、まあ、この間の、えー、政権交代をした、まあ、2009年のことの、えー、から引き続きと同じで、やっぱり二大政党的体制を求めるということで、私たちはやっぱり労働者、生活者の立場で言えば、 例、まあ、やはりあのトリックルダウンではなくて、ボトムアップの政策を基本的に求めています。まあ、そういった形で、一つ一つの、えー、労働法制であったり、あるいは先ほどあった社会保障制度であったり、えー、あるいは人権に関わること、あるいは平和、外交、そういったことについても、連合はの基本政策というものがございますので、それと照らし合わせたときには、まあ、あの現の岸田内閣が進めていることというよりは与党の,です、ね、あの自民党政権が 進めていることについては、連合とやはり、えー、根本のところで、えーまあ、相入れないというか、えー、進め方が違うと、えー、上からの取り組みダんンではなくて、ボトムアップということ、えー、地方を大事にであるとかですね、そういったことを含めて、えー、大きな違いはあろうかと思いますで、そのために二大政党的なあの体制を求めているということで、まあ、残念ながら今、私たちが支援をしている、えー 国民民主党、立憲民主党がですね、それぞれ、えー、法案に関わっての、まああのー、不信任案だけじゃないと思いますが、まあ、このさまざまな先ほどあった LGBT のこと、あるいは、まあ、この前のですね、GX の法案であるとか、あるいは予算案、補正予算のところでのさまざまな判断をされて、えー、私たちとすればですね、両党の議員と間に入っていろいろと詰める話はしてるんですが、最終的にやっぱり両党が党をか ま言っている以上判断についてはですねあの政党が考えることでなんとかですねそこでえ私たちの連合の考えを大きく中心に置きながら判断をいただければえもう少しえ同じような形でですね運動が展開できるのではないかなというふうには思っておりますただあの民主党もです、ね、あの時代もそうですけれどもあの私たちの政策を理解して推進する政党が一番近いのがまあ当時は民主党だったとで今はあ少し違いはありますけれども 民主党国民民主党と私たちは判断をしていますので、そういった意味で、できれば大きな塊、まあ、大きな塊にもいろんな考え方がありますので、一つ一つの国会での、できれば共闘した形での国会運営を望んでいるということで、私たちも取り組んでいるということでございます。 地方選のことを見ると要するに自民党も嫌だけど、まあ、立憲も嫌だし共産党はもっと嫌だということである意味で第三極というんでしょうか、まあ、そこに明らかに国民党はある、まあ、そういうふうに見えますねだからそういうことを考えると実は連合の,その組合の皆さんもですねやはり今の旧来の立憲だけじゃなくてですねその第三極的なところにね やっっぱりこう言ってるんんじゃないかと思うんですがその部分をこう2つがここに書いてあるように組織一体となってと言われてもね多分その世の中のあるいは連合の皆さんですね組合の皆さんもやっぱりそっちの方にだから朝鮮にこういう結果が出たと思うんですが未だにやっぱり大きな塊というか立憲とその国民をこう混ぜればいいというのはそれは。 全然違う政党になっちゃってると私には見えるんですけど、そこはどうなんですか？実際にその両党のその政策担当者と市民さんを協議されてるわけだけどね。これまでの重要法案だって全然その交わってるとかないぐらいのところなんですけどね。そこはどういう風うなんですか？ あのまあ、党がですね、それぞれあの代表があの記者会見されて発言されることは、まあ、党としての発言でございますから、また幹事長が幹事長としての発言していること、それは、まあ、党の運営が関わることですので、えー、さまざまな発言の仕方があると思います。で私たちは特にです、ね、あの政策の担当者 えと国会開会中もですね月に一度時間をかけて意見交換をしています。で大きな部分でそこで意見交換をすることでそれほどですね一人一人の議員あるいは政調の皆さんがですねかけ離れて違うということではないと思っています。またあの両党に分かれておりますが先ほど申し上げた連合の組織内の議員懇談会の27名の皆さん方これはまさにですねえー、と連合の組合運動に関わりながら 議員になられている方がいらっしゃいますので、その方たちと話をすると、ですねやはり、えー、ここのも法案のここはもう少し、えー、考える必要があったねとか、あるいはここはこういうふうに、いや、こっちを考えるのがよかったんじゃないかっていうのはあの日々やっていますので、私たちはそういうことを大事にしながら、より連合の運動が、フォーラム議員の方たちを含めて、多くの皆さんにたくさんの部分が共通、えー、認識をいただけるような、まあ、そういった意味で大きな塊になっていくことが、えー 今私たちが努力するべきことだろうと、ろとと立憲のたびん150人からの皆さん、あるいは国民民主党の30人を超える皆さん方がです、ね、皆さんあの、全く同じという考え方、一つ一つの法案に対してもそうですし、特に外交や防衛であったりとか、そういったところについては、あのもう民主党時代、その前からです、ね、お一人お一人は違うところもたくさんありますので、そのことをもって、一緒に なれないということではないというふうに思っています。ただ連合もたくさんの努力があのこれからも必要ですし、私たちが努力することで、に第二政党的な大きな塊のまあ,あの選挙に多くの若者が望んで、えー、よし選挙に行こうというような形が作れるのかなと思っています。あの私たちも政治に関する調査 連合も行いますし、各参別も選挙の後に大きな国政選挙などを行っていますが、確かに支持する政党であったり、実際にどこに投票したというような、まあ、あの少し突っ込んだ質問に対してです、ね、自民党に入れました、あるいは公明党に入れましたというです、ね、そういった声もありますので、それは別に今に限ったことではないです。ただ最近そういういいい傾向ががやや多くなっている世代が若い世代代若 に、あの、多く見えるって言うのもあるのかなっていうのはありますけれども。まあ、今に、まあ、あの、あったことではないので。私たちは、私たちの政策をしっかりと。組合にも訴えていきますし。これからも、議員の皆さんに訴えていきたいと。いうふうに思っております。共同通信の高野と申します。えー、すみません、あの、L. G. B. T. 理解増進法案についてなんですけれども。先ほどの事務局長からも、ご説明いただいたんですが。よろしければ、あの、会長にも、あの、交代した内容になってしまったと。 おっしゃってましたが、具体的にどういう部分について思われるのか、伺えればと思います、あともう1点すみませんあの、念のため確認なんですけど、どの差別禁止法の制定を求めていくという,ようなお話しされてましたけれども、これ、今回のとは別に法律を改めて作るということで、よろしいんでしょうか、お願いします、はい、あのやはり連合として今まで求めてきたのは差別禁止法で、やはり人権を重視してきていますので、 そもそも今回のその理解増進法というその理解を増進するということそのものが非常に理解しがたいものだというふうに思っています。で、あの繰り返しますが、やはり連合としては差別禁止を規定するその。 ものが必要であって、やはり LGBT の方々の基本的人権を保護するために重要だというスタンスはあの変わりませんのであの引き続き差別禁止法を求めていきたいという考え方は変わっていませんすでにそれぞれの職場においては SDGs それからそのビジネスと人権の観点からやはり多様性を認め尊重する取り組みがすでに行われています。 でこうしたその民間の取り組みですとか、まあ、学校現場、行政における取り組みに、やはりその法案が水を差すものであってはならないというふうに思っていますので、まあ、しっかりと確認していく必要が引き続きあるという中で、えー、連合としては、組織内議員を通じながら、えー、差別禁止に向けた法の改正、それからえ差別禁止法の制定に向けて取り組みを強化していきたいというふうに考えています。 えっと、今、会長からありましたが、あの先ほどあっあの法案が、あのー、大きく後退したっていうところですけれども、あのー、確かにですね、あのー 例えば、えー、調査、研究となっているところが学術研究に変わったりとかです、ねあの、調査がされれば、それの結果に基づいて、えー、不十分な部分の修正が必要だろうとか、そういう議論になるんですが、学術研究の部分だけが残ってしまってです、ね、そういったことができないとか、いくつかです、ね、今後につながらない部分、まあ、これについてはやっぱり後退かなというふうに思っています。であの修正をかけけたたりり、えー、反対の声もありましたけど まあ、修正かけた部分も、えー、やっぱり極めてやっぱり不十分な形で、えー、修正かけて成立したからいいという形じゃなくてです、ね、修正かけてもなおかつやはり不十分、そしてかけたものについて、今言ったような、いくつかです、ね、やはりあのこの部分を変えることはいかがなものかと、あの政治人をです、ね、あの横文字に変えることが、それで全てが解決するにはやっぱりならないと。 これまで積み上げたものをなぜそのやっぱり横文字にすることで、えー、やはり収めてしまったのかと、えー、せっかくこの間、えー、民間を含めてです、ね、積み上げてきたもの、えー、言葉としても定着してきたもの WHO も、えー、LGBT は疾病ではないんだというふうな障害ではないんだというそこのスタートのところをやはりあの議論なくこ、ねえー、言葉が変えられてしまっていることについてやはり国会ではもう少ししっかりとした議論をして重要法案として扱って 行く必要があったんだろうとまあ、そういった意味では、えー、審議十分でないということで連合としては重要法案に対してこういった割り方をまもなくしようとしてますけれども大きな問題であるということであくまでも差別禁止の法案また人権を救済する法律がですね基本的ないことが大きな課題だろうと思っていますのでまあ、そういったところも取り組んでいきたいというふうに思っております